今年初店内巡りということで、ここの時期は結構ガラッと変わるイメージ、夏全盛期のタイミングの在庫量の感じのイメージ。ずらーこっちがすごいんだよな。おー、全体的に緑で強烈な強烈、角がめっちゃ長い子、うん、安定オールスターズになってる。あー、むちゃくちゃでかいわ。チークワの記事も書かせてもらった、2ページ分ぐらい。あ、そうなの。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがインズバ君です。イズイですよ。イズイか。インコースにズバですか。そう、インコースにズバッと決まるクロスファイヤーインズバ。いやいや、イズイね。絶対なったわこれ。なるか野球用語じゃないんだ、イズイ。違いますよ。え、スタンドにボールが入った、うん、打球が入った時が、イズイ。インズバ。あれ、ホームランか。あ、ホームランかい。え、ランナーがピッチャーが投げたタイミングで一塁から二塁だったり二塁から三塁だったりに走るのが、うん、イズイ。バスター盗塁か。盗塁かい。ちょっとやめてバントをすると見せかけてヒッティングをするのがイズイ。盗塁。あれ、バスターか。バスターかい。何も知らねえじゃん野球。だから、あ、出るに井戸の井だもんね。そう、それでイズイ。そう、これがちょっと分かりづらいんだよね。そう、まあ、申し訳ないけど、まあ、それに関してはちょっと僕もそう思っても仕方ないと。そう、だからなんかいい呼び方があれば、なんかむしろイズイじゃない呼び方で呼べたらと思ってるんだけど、なんかない、はい、いいやん。あー、下の名前があります。あー、下の名前でも言っても普通の名前でしょ。いや、ちょっと珍しいと。え、何。僕下の名前ゴンタって言います。お前下の名前ゴンタって言うの。そうだよ。ゴンタは呼びやすいな。ゴンタは呼びやすいでしょ。キャッチーだ、うん、キャラクターっぽさもあるしね。そうそうそう、うん、じゃあゴンタで行く。あ、お願いします。はい、決定。はい、ということでイズイ、ね、ゴンタ一緒に全然作ってもはい。はい、ということで、はい、今日も始まりましたけども、はい、今日はランバージャックさんに来ております。ほい。うん、カルピス。ちょっと違う、間違えた。間違えすぎでしょ。あちらですね。うん、はい、ランバージャック、うん、あ、こっからは取れねえな。バナナ突き破ったヘラクレスにランバージャック、ね、はい、ランバージャックですね、はい、これ、武蔵小金井と東小金井の間に位置する、うん、まあ、大体歩いて10分、10ちょいかな、うん、15分ぐらい、はい、かかる場所の、まあ、連雀通りのうん、ところにあるお店なんですが、はい、関東最大級の、ね、昆虫ショップで、うん、もう長い付き合いの、はい、11、2年来の付き合いかな。おー、すごいですね。長いね、ほんとね。というお世話に大変、まあ、YouTube の方でもお世話になってる昆虫ショップにお邪魔してまして、はい、これより前に委託の生態を持ってこさせてもらったんですけど、うん、今回は今年初店内巡りということで、うん、やっていこうと思います。はい、はい、まあ、やっぱね、年末年始にかけてで福袋で生態とかをたくさん福袋に入れたりとかしたから、うん、多分ショップも結構ガラガラになりがちな時期ではあるんだけど、うん、そんな中でもやっぱ生態が入荷したりとかしてるらしいんで、うんうん、また多分最後の店内動画がいつかな、11月かもしれない、もしかしたら。おー、以降だから2ヶ月弱ぐらいでどれぐらい店内が変わってるかってなったら、ここの時期は結構ガラッと変わるイメージ、うんうん、種類が変わったりだったり、まあ、新しい生態入ってきたりとか、うん、っていうイメージもあるから、はい、冬だからこうやっぱ昆虫の存在って、まあ、普通の人からしたらやっぱ夏のイメージだから、まあ、薄れがちではあるんだけど、うん、もう昆虫ショップの冬っていうのはもう真夏、うん、いや、ごめん、夏。真夏じゃダメだな。夏が真夏、うん、あ、こだわりがあるんだかな、うん、イメージ。でもやっぱ冬だからこそ入荷してくる生態とかもいるし、はい、そういった意味では、やっぱもう常夏ではあるんで。なるほど、うん、この新年一発目の昆虫ショップ巡り、うん、まあ、ランバージャックツアーをちょっとやっていこうと思います。はい、はい、店長もね、元気かどうかもやっぱ確認していかないと、うん、視聴者の方とかはやっぱ気になるだろうから。そうですね。2023年の山口店長、はい、一応動画的には初山口はもう出てはいるんだけども、はい、新年挨拶、まあ、委託でもしたけど、その委託以外で、うん、ランバージャックの店内っていう部分では初になるんで、はい、うだうだ言ったけど、うん、初ではないんですけど、うん、ちょっとまあ見て行きましょう、うん、はい、久しぶりだよ、イズイはね、うん、店内巡るの。そうですね、うん、結構また変わってたりするだろうから、はい、うん、イズイも気になる場所あったら、はい、全然どんどん聞いてって。わかりました、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。あ、よろしくお願いします。うん、あー、アルコールね。
まあまあ、どこにもお世話になってるからね、俺らも。まあまあ、確かにね、まあ、今の時代はね、どこもお世話になってるわ。そのご時世やね。あ、すいません。泉もちゃんと挨拶して。いや、おめでとうございます。あ、いえいえ。あ、会話する中でもあった。あ、ありがとうございます。すごっ、喋れないのにな、泉。泉喋れないのよ。喋れるね。今のこっちの音声じゃないから。あ、楽しそうだね。あ、まあまあ。じゃあ、店内回っていきましょうか。はい。ちょうど、店長が、うん、何かをしてます。あ、多分ね、うん、パズドラだね。違うだって。指いっぱい擦ってるから、うん、確かに何かをしてるんだ。パズドラだと思う。いや、パズドラではないか。お仕事中ですよ。はい、はい、ちょっとじゃあ後で挨拶しに行くか。はい、はい、じゃあちょっと回っていきます。はい。いや、その周りじゃなくてよ。明けましておめでとうございます。あ、よろしくお願いします。お願いします。伝統芸ね。うん、うん、そうか、その点回るじゃなくてそう、店内を巡っていく感じでいきましょう。そうですよ。はい、もう早速、うん、もう今のランバジャックのアイドル、はい、うん、ネザーランドワーフクワガタです。いや、クワガタじゃねえよ、あれ耳だから。あ、ウサギか。うん、顎じゃないの。うん、かわいいね。相変わらずかわいいですね。うん、あ、1匹売れちゃったみたいで3匹らしいんだけどね。そう、ネザーランドワーフ、オレンジと黒系と青系の子がって感じ。はいはい、全員色が違うから、ね。うん、仲いいね。そうっすね、めちゃくちゃ可愛いな。いや、可愛いね、これは。やっぱ小動物、動物も可愛いね。そうですね。動物とか爬虫類とか寄虫とかは2階にいるんで、うん、はいはい、ぜひ皆さん、昆虫、クワガタカブトムシ以外もいっぱいいるから、うん、クワガタカブトムシ興味ない方も全然1回来てみる価値はある。そうですね、全然楽しみ、うん、珍しい可愛い動物とかもいるから、うん、フェネックスとかいるから、ぜひぜひ。はい、だからここはちょっと小動物系ゾーンとか、うん、が相変わらずって感じ。ハリネズミも、はい、寝てるね。ああ、みんな固まって。ああ、見て、寝顔。ああ、これ。めっちゃ気持ちよさそうに寝てるわ。そうっすね。いいですね。逃げてるのに、全然前に進まない夢見てるかもな。なんで？あるあるじゃない。え？夢の中で走ると遅いみたいな。あの夢。あ、ある。あるよね。ああ、どういうことかと。いや、見るけどって言われると思ったら、なんでって言われて、理由特になかったから、なんでかって言われたら笑ってくれるかなと思って。やっと説明聞いて分かりました。あ、確かに。もう一個言ってくる。あ、お、寝顔かわいい、見て、はい、ゆっくり寝てるけど、うん、今多分、まあ、夢でも見てんのかな。はい、なんか一個歯が抜けて、そっからボロボロ歯が抜ける夢見てんのかな。いや、それはあんまなくない。ありますあるあるじゃないの、あれ。そんな怖いこと。あ、います。あるよ。ない。ちょっと後で調べましょう、その夢見てる人の。ああ、確かに。なんかそういう夢占いあるじゃないですか。あ、そう、でも俺ね、あれ見る原因知ってる、これ。あ、知ってんだ。なんですか。これ親知らず全部生え、一個は綺麗に生えてきて大丈夫なんだけど、はい、他が突っかえてるから、うん、たまにね、痛むの。あ、そういう時に見る。へぇ、もう一個言ってくっちゃ。いや、いいだ。大丈夫か。いや、今んとこ順調で抹消されるような下りが一個もないんですけど。いや、どうだろうね。まあ、ここは小動物ゾーン、はい、ここだから結構ハリネズミ、うん、今はハリネズミだけど変わったりもする、うんうん、リチャードソンジリスとか、プレーリードッグみたいな可愛らしい子になるタイミングの時もある。なるほどね、うん、で、ここガチャガチャコーナー。ガチャもあります。ここも変わってはないかな。あ、でも多少変わってる気する。お、すごい、高速ガメ。カメなのに、うん、カメが遅いといつから錯覚していた。かっこよすぎるだろ。何これ。面白いじゃないですか、うん。あ、なんかクオリティも高そうではあるけどね。そうですね、プルパックでビューン。ちょっとレトロな CM みたいな。面白いな。面白いね、こんなのもあるんだ。まあ、で、こういうはいはい、こういうのやっぱ子供の頃めっちゃ買ってたもんな俺。うん、これは分かります。400円か。うん、そう、もうガチャポンがさ、100円の時代ってもう終わったよね。そうですね、確かに、うん、やっぱもうクオリティ重視というか。うん、まあでも確かに見合ったクオリティになってる。まあ、ね、マジでね、俺らの当時500円とかで売ってた、箱で売ってたようなさ、はい、フィギュアとかよりもやっぱクオリティ高いもんね。確かに20年前とかに比べるのもあれだけど、うん、まあ、ガチャガチャも生き物系がメイン、はい、で、ここも飼育関連、クワガタカブトムシ関連と、うん、まあ、それ以外爬虫類とかそっち系がここに置かれてる、うん、
書籍コーナー、うん、そう、ここに僕の飼育も出してもらったりもするんで、おー、そう、ありがたいことに毎回何回か仕入れてくださってるんで、うん、ありがたいことに売り切れてるみたいです。はい、本当ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして、うん、ここもお宝コーナー。はい、空ボトルとかこういうのも20円とか安っ、安い、中古のやつ。あ、これを、あ、割れてるんだ、ここが。だから、なるほど、うん、なるほどね。そうだ、禁止自体は使えるから、はい、ここ、まあ、テープで留めとけばいいしね、3ヶ月ぐらい、うん、で、マット交換するタイミングで掘り返せばいいだけだから、禁止交換、はい、ここ産卵木、はい、もういつでも豊富、うん、最近めっちゃ豊富だね。確かに、めっちゃある。産卵剤不足とか言うけど、ここだけ見たらそんなの微塵も感じないぐらい、うん、だけどね、敷き詰まってんな。こんだけあればね、こんだけあれば自分のお気に入りの剤とかを見つけれるだろうし、うん、ね、いいね。それもちょっとね、安いんだよ。あ、ほんとだ。そう、もうどの品質のやつでももう一律みたいな感じ、はいはい、で、またちょっと多分太さが違うやつとかがここにまた分けられて売られてるみたいな。なるほどね。感じだね。原木みたいもあるしね、ここに。あ、ここにも、うん、ほんとだ、すげえ。いいね。で、こっちはちょっと長い。おお、普通のが14センチとかだけど、うん、これは多分倍ぐらいか。うんうん。と逆にこれちっちゃい、7センチちっちゃいのは。こういうのも意外と使うからね。おお、そう、材海メインじゃないけど産卵剤埋め込んどきたいやつとか、うんうん、こういうのを入れてるという。いろんな種類がありますね。そう、なんかもうここら辺は変わってはないかな。はいはい。でこっちはね、モモンガがこういなくなっちゃったんです。モモンガ、モモンガここにいましたね。がいなくなって、ウサギ用の小屋。ああ、さっきのことが、ね、うん、使える。バババババっとあるっていう。はいはい。これ何、床材か。うん。なんだ、これ紙なんだ一応、まあ、これも床材だろうけど、ドライペーパー、ちょんべんとか、うん、おしっことかを吸収してくれる床材って感じかな、はいはい、こういうのもあるんだね、うん、で昆虫ゼリー、あ、昆虫ゼリーもうほぼないね。確かに売れてるんだ、すごいな。はい、プロゼリーめっちゃ人気だな。ここら辺のやつでもいいけどね、実際に。いいイメージ、食いがすごいいいイメージ。タンパクゼリー、そう、ここのシリーズ、はいはい、昆虫ゼリーはまた、でもこの動画上がってる頃にはもしかしたらまた入荷してるかもしれない。ああ、確かにね。そう、年始ってやっぱ一旦止まるから、うん、今もう注文してる途中って感じかも。はい。で、ここら辺便利グッズ、はい、変わってはないかな、うん、これさ、このふわふわモップ、うん、昔さ、CM でウェーブみたいなのテレビ台とか隙間とかもやってた、やってたじゃん、はい、あの時俺めっちゃ欲しかったんだよな。ほう、なかなか買えなくてさ。あ、そんぐらい売れてたね。売れてたんじゃない、うん、ていうかまあ俺がもうほんと小学校5年生とかの話、うん、だからまあそういう場所に行ってないのかもしれない、売ってた場所、はいはい、日用品売り場、うん、だから全然買えなかったけど、あ、結局一回も使ってないんだよ。あ、マジっすか。うん、僕これ持ってますよ。これいいよね、絶対。これめちゃくちゃいいですね。これは便利、マジで。普通に日用品としても使えるし、うん、これだから産卵機の木くずとか掃除用だよね、やっぱ。はいはい。どうかな、普通にテレビ台の周りが汚くなってるんだよ、もううちの、まあ、テレビってそうなっちゃいますもんね。あ、いつの間にかさ、ホコリがさ、すごいじゃん。あれ、こう集めるからね。あ、そうなの。あ、静電気か。そうっす、電化製品は。はあ、勉強になるね。そう、ここ普通に日用品としても使うようなやつで、うん、まあ、クワガタカブトムシのなんかやつに便利な道具が揃ってる、はい、うん、大体揃ってる、本当に。そうですね。で、禁止もやっぱ減ってるな。あ、確かに。タイミングだよね。うん、まあ、ここもまたバババッと入ると思います。はい。禁止も今うちもほぼないもんね。あ、そうなんですか。そう、今ようやく連絡してようやく入ってくるかなって感じ、うん、入ってくるというか、購入届くのかなっていうタイミング。まあ、年末年始あと時間があって、もしかしたらそのタイミングでガガガガッとマット交換とかする人もいるのかもね。っていうので需要が高まって売れたりもするかも、はい、夏ぐらいの、夏全盛期のタイミングの在庫量の感じのイメージ。まあ、これもまた入ってくるんじゃないかな。はい。で、ここマット、はい、マットもだ、すごいわ。確かにマットもほぼないな。こんなないの初めて見た。なんか久しぶりだね。なんかやっぱコロナで自粛期間あったじゃん。そうですね。あの頃ってやっぱ飼育の需要めちゃくちゃ高まって、うんうん、
でやっぱ多分その作業する時間も増えたからっていうので、はい、その用品の需要がめっちゃ高まったの。そのタイミングのぐらいの感じと似てるね。相当やっぱ売れてるんだな。ナンバーオリジナル月夜のキノコ園のマットとかも、はい、ほぼないし、うん、これでもめっちゃいいんだけどね。実際その無添加マット、はい、これ産卵に適したやつ。これほんと粘土性あって固まりやすいから、うん、めっちゃ取れたイメージある。いろんなのバクサムくんとかね、これ超微粒子マット、これとかもすごい固まりやすいからクワガタとかめっちゃ産んでくれる。かわいいよねバクサムくん。どっちがってなるけど、確かにバクくんとサンくん、あかもな、はい、そういうことで勘弁してやるか。あれ上からの。まあいろんなホームセンターとかにも売ってるような、うん、はいはい、マットもあったり、うん、でこっちが用品、はい、用品は結構あるから、容器、うん、容器系は結構ある。昔ながらのやつとか、そうですね、よく見る。俺が使ってるやつなんかね、ここら辺夏になったらここら辺がめっちゃ売れるので、ああ、多分カブトムシ捕まえた方が昆虫ショップ寄ってとかが増えるから、なるほどね、こっち系のやつが売れるらしい、まあね、よく見る、まあ、安いからタイプだしね、これも。そう、うん、これとこれでこっちの方が50円安いってすごいよね。多分蓋の色だけだもんね。ああ確かに、うん、これすごいな。ああ本当だ、昔ながらのやつ。これね、でもクワガタこことか隙間をさ噛んで挟んじゃって壊しちゃったりするから、やっぱこっちの方がいいよ実際、うん、こっちとかクリアスライダーとかそっち系の方が、うん、そうなんだ、うん、でも俺これ初めて見た時、おこのケース、おでかっ、でかいやつ、何これ。これで見た時小さい頃だけど、うん、やっぱワクワクしたもんな。確かにね、こんなでかいのみたいな、むちゃくちゃでかいな。これこの中に俺トノサマバッターいっぱい飼ってた時あったそれはワクワクするな。これワクワクしたな。鑑賞ヘラクレス鑑賞用にとかでもいいもん、ね、うん、うん、そうですね、広いケースでね、うん、そのまあ、いろんな容器もここは充実してる今、はい、ここは爬虫類ゾーン、ここはもうバッと爬虫類ゾーン、これめっちゃ便利だ、うん、ここマット、ここマット、このケースとぴったりなんだって、うん、まあ、床材みたいなやつ、うん、これいいね。これ産卵あの交尾、はい、ハンドペアリングとかの時の床材としても使えそうな、良さそう。でここが僕の今委託出させてもらってるやつ、はい、今日持ってきたんでこの動画上がってる時はまた増えてると思うんですよ、うん、おいやこのね、ま、今このタイミングでだから元気してるかなっていうの、うん、ああいいね、赤いね、まあ、ちょっと緑も全然ある子だけど、はい、おメスはめっちゃ赤いかな、はいはい、確かに赤目立つ。メスすごい綺麗。でかい子とかはいないのかも。どうだ、今いるのだとこいつが一番でかいのか、うん、60、それはでかい。緑系、あーまあでかいねやっぱね、うん、すげえでかいと思う、うん、おー 全体的に緑で、うん、綺麗。やっぱ緑綺麗だな、まあ、ね、全部綺麗なんだけどな、うん、クロブスターもあと1点、ほい、おわー、ごつい、すごいですね。そんなクロブスターの中では別にそんな顎が太いわけじゃないんだけど、うん、でもやっぱごついよね、強烈見た目。そう、もっと太い子もたくさんいる。これ多分 12.7 とか12後半ぐらいだから、うん、まあ、そんなめちゃくちゃ太いわけじゃない。これもかっこいい、はい、あとはもう季節外れの国産株、うん、最近羽化してきた、はい、さっきね、視聴者の方が、ああ、そうですね、そう、来てくれて、うん、うん、昨日、動画に上げてた子ですか、はいはい、そうね、そう、一瞬何のことか分かんなくなるから昨日、どの動画だったっけってなるから、逆に、そう、逆に見てくれてるんだ、昨日も見てくれて、言ってくれたんですね。そう、今日通勤時間に見ましたっていう、あ、ありがたいよね、通勤時間にさ、そうですね、お仕事のね、前にパンパンの可能性もあるでしょ、電車こうやって見てくれてる可能性もあるんだよね。そうですね、ありがたいな、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にヘラクレス、うん、これ結構でかいやつ、おお、あごめ、あごじゃない、角がめっちゃ長い子、うん、かっこいいよな、だいぶでかいよね、ですね、162か、お、でかっ、でかいな、うちでも親候補ぐらいだから、うわかっこいいな、めっちゃ綺麗、まだまだ休眠中、うん、だから44,000、はい、でももっとちっちゃい子も何匹か持ってきたんで、うん、はい、これちょっと高いなっていう方はそっちも検討してもらって、うん、そうですね、うん、まあ、あとメスはメスタンでいるんで、
あ、こっちにね。5500円だけども、基本最近は4950円かな。ほうほう。っていう状態。はい。まあ、元気そうだね、みんな。そうですね。ここ幼虫ゾーン。はい。幼虫も今少ない。うん。ブルマイ。ブルマイもこういうね、大きい子もいるんだけど。うん。なかなか大きい子っていうのが出づらい、飼育下では出づらいっていう種類。これも見てみたいな、うちもいるからね。はいはい。いつか出したいと思ってるけど。うん。これ ルギュリスヘラズノカブト。前も言えなかったな。そう、難しい。むずい。名前のこれ。ルギュリス。ルギュリス。ルギュリス。結構大きくなってるね。はい。これ、ね、でヘラフレス、リッキー、エクアト、ヘラヘラ。お。ヘラフレス3種類いる状態か。おお。でネプチューンもサタンもいる。ネプチューン。幼虫だから成虫で飼えない方は、うん、金額的に飼えない方はもう幼虫で大切に育てて、うん、1年後とかに高くて飼えなかったけど憧れの種類っていうのを自分の手で羽化させるっていうのもまあいいよね。それもそれで、それは感動しますね、うんうん、でここ上にも標本、ここ意外とねめっちゃいるんだよ。メタリフェルとか。確かにずらーっと。こっちがすごいんだよな。あ、おー、そう、メタリフェルもすごいけどこれすげーよ。2015年とかに入ってきたリッキーか、ヘラクレスリッキーの野外個体かな。軍団だ。軍団。これ何ミリだろうな。これでかいね。147。もっとでかく見えるわ。これも売ってあるんだ。そう、これも売ってる。標本も一応売ってる。はい。こっち、あ、でも少ない。あ、ほんとだ、売れてるわ、うん、ヘラヘラ、ヘラヘラがワンペア、うん、とサイカブト。サイカブトとかも。サイカブト、ミルク、クリーン、クリーロム、あ、クリーロムナコブサイカブト。おお、すごいちっちゃい子かな。あ、でもこう、ほんとだ。おお、すげえ、胸のコブ。あ、栗見て、栗みたいな色だね。色、マジ栗じゃないですか、これ。マジだね。危ねえ、食べると思った。いや、怖食欲がすぎるって。新幹線で食べるとこやった。危なかった駅弁よりもこいつ食べたくなっちゃう。やっぱなんか栗のイメージあるんだよ、あの新幹線とか。あ、嘘。あ、まあ駅弁とかのね、イメージ。なんか駅で売ってありません？ あるね。ありますよね。あのなんか中華街とかね、地形とかね。危なかった。あ、でも僕初めて見たかも。おー。こんな可愛らしいね。こういう系もちょっとやってみたいけどな。確かに。これはいいですね。うん。これオスなんだ。小型種だし。うん。ちゃんと角もしっかりある。あ、本当だ。ここに。メスどうなんだろう？ちょっとメス見ていい？はい。皆さん、スタッフさんとかに生態確認したいときは、お声掛けして。お声掛けしてみてください。はい。あ、メスは。メスはちょっとでもやっぱちゃんとコブあるね、ここに。はいはい。で、角がないって感じだ。うん。こっちのよりクリだな。確かに。そう。危ね。食べちゃうとこだった。はい。食いしん坊の悪魔だからな、伊豆は。あ、出た。いや、そうなんです。あ、で、これ、白ヘリ。角カナブン。カナブンね。もう綺麗だよ。カナブンはね、やっぱ色が綺麗だよね。うん。不思議だ。サイカブトがずらっといて。うん。カナブンいて、またサイカブト。陳列が、うん、陳列が騙しにかかってるかもしれない。こいつをナコブにさせようとしてるかも。え、なに、オセロってことオセロみたいな。なんかカブトムシ今すごい少ない。はい。で、ここ、うん、ここが標本用とかに、あ、標本に使える道具とか、うん、道具がここにパパパッとあって、うん、下は、まあ、小動物系か。ここは意外と見ないもんね、はい、俺があんま標本やんないから、うんうん、そう、だから正直このね、針、多分これ針とかなのかな、わかんないけど、ピンズって書いてあるから多分ぽいですね。針もなんか多分番号でサイズ感があるんだろうけど。あ、なるほどね、うん、使い方があるんだと思う。うんうん、全部わかんない。まあでもこういうのも売ってる、ね、そうそうそう、売ってる、うん、で、こっちカメ、はい、イスザメとかかな。やっぱあいついなくなってちょっと寂しいな。確かにね、うん、あれのワンサイズちっちゃい子もいたけど、それも売れちゃったっぽい、ね、おー、人気なんだ。うん、やっぱ人気だね、ゾウガメ、うん、ヘルマンリクガメ。でもやっぱちょっと数減ってる気するもんな、やっぱ。うん、なんかね、うん、やっぱ売れてるんだろうな。おお、あ、食べてるね、こいつ。ヘルマンリクガメ、ほんと見えるかな。あ、かわいいねですね。カメもかわいいよな。カメいいっすよね。あ、立てる、立てる。あ、いいね、かわいい。あ、ここもすごいたくさんいる。いっぱい食ってるわ。そうっすね、わっぱくなの、そいつ。いっぱいいるわ。食べてるのかわいいな、やっぱ、うん、でもこう見ると甲羅の色味とか若干違ったりするね、結構。ああ、黒み強かったり。これ何なんだろうな、剥がれるのかな。プラレール言わないよ、急に。プラレールかなって言わないから。剥がれるのかな、剥がれる、その色。ああ、甲羅が剥がれてそういう色になってるだけだから。あ、なるほど。急にプラレールかなって言わないから失礼だって、神。いや、あれはあの、うん、長い餌、線路に見えたかなと思って。あ、こう、茎、はい、茎がめっちゃ面白いじゃん。使わしてもらうわ、今度。これ食られるかな、どこで。茎見たとき。あ、でも、リクガメ系はやっぱいるね、たくさん。はい、
こっちかな、こっちから。もうここ結構増えてるんだよ。うん、ここ委託ゾーン、はい、上でレンタルスペース借りてる方が出してるゾーンだけど、うん、結構いるね。確かにポイだ。掘り出し物いたりするから、まあ、大クワとかもいるけど、うん、ディディエールとかもいるよ。四角はディディエール立派じゃない？お、立派、でかいね。わー、でかい。おー、何ミリ？82ミリわー、すごい。でかいわ。うん、かっこいいな。ね、サイズがでかくなるとまたちょっと雰囲気変わるな、うん、みんなそうだけど。これもディディエールだ。同じ人かな、多分。あ、こっちはちょっと80超えてないからか、はい、だいぶお手軽だね。うーん、下が幼虫か。はい、オーベルチュールもいるじゃん、うん、珍しい。綺麗な四角は、四角はちょっと今年四角は力入れたいねと思ってるから。おお、まあ、言ってるだけかもしれないしね。おお。リアクション合ってる。ヘラクレス 3D とかもいるわ。おちっちゃいヘラクレス。おい、レイディやってないからな、やりたいんだよな、そろそろ。ここもやっぱ充実してます。はい。お、リデンコフキもいる。うん、まあちょっと小吹いた感じの、うん、なんて言うんだろう。ムッシャで見かけたことあるけど。うん、不思議な、ちょっと不思議なクワガタ。不思議な感じなんだ。え、ここ。ここもやっぱ減ってるね。あ、ほんとだ。袋とかに入ったのもあるかもしれないけど、だいぶここは減ってるわ。でも結構立派な80アップ80アップの大王。大王80超えてくるとやっぱかっこいいよな。で、85超えるとより、うん、はい。お、綺麗。わざわざ日本に来てくれた子、野外個体、ワイルドワン。で、こっちがパラワン。はい、歩きですね。アルキデスもそろそろやりたいけどな、平田をどれか減らさないとやれないな、うん、顎、胸が太い。そうっすね、うん、この感じがやっぱちょっと迫力あるよね、うん、確かに。顎もギザギザしてて、うん、かっこいい。かっこいいですね。またやってみたいな。はいはい。で、こっち、ここはスマトラ野外個体。はい、アチェか。で、スラウェシ島のやつ、うん、のちょっとデカめの子って感じかな、はい。ここら辺はセアカ。セアカ、セアカも今安くなってるね。うん、確かにお手軽。うん、セアカが結構いるのか。下にもいるんですね、うん。あ、ベンクールのスマトラ。ベンクールのスマトラはまた顎の形状がアチェとかと変わるから、うん、これはまさかそんなだけど、うん、これが結構先端に寄ったりとかしてくる。へー、そういう違いもある。そうそうそう。で、こっちか。ここにね、新しい子が入荷してたりするんだけど、うん、ここ、あー、でかいね。アンタイウス、ミャンマーのアンテ、ヤンマーアンタイウス。あ、でかい。かっこいいね。おぉ、すごい。83、これはでかい。これでいくら？ 27,000。まあでもするよな、それぐらい。全然いいよ。かっこいいもん、これ。やばいな。え、うわ。で、ほんと、あと、そこから7ミリしか違わないだけなのに、うん、こんなに価格変わるっていう。ほんとだ。でも迫力が違うもんね、もうね。うん、お、あくびしちゃうんですもん。かっこいい。あ、かっこいいですね。立派だね。うん、あ、フォルニシ、フォルスタニシ。はい、これもかっこいいんだよ。まだ休眠中かな。はい、すごいおとなしいけど。え、そうっすか。今日乱敷騒いでますね。すごい、顎広がった時とかめっちゃかっこいい、うん、立体感あって、こういう色なんだ。そうそうそう。これも1万4000円か、うん、いいね。意外とお手軽、はい、安くなってるって感じかな。うーん、あ、これネパールか。ネパールのアンテ。あ、アンテそのさっきミャンマーで、今回はネパール。33,087。87、でけえ。ちょっと段違いだな、やっぱ。わ、でかっ。あ、むちゃくちゃでかいわ。え、でかっ。すごいな。ちょっと若干、本当はここ顎へこある、へこみあるけど、うん、はいはいはい、そんなん気になんないぐらいかっこいいね。でけえわ。めちゃでかいやん、こいつ。87ってやっぱでかいね。はあ、すげえ。すごいな。33,000で、こっちは81ミリで13,000。めっちゃ変わるね。でかいのに。十分でかいけどな、これ。すごいな。ネパールアンテ。で、ここ、これはインドか。これちょっと小ぶりなのか、79。うん、でかいけどね、79。うん、まだ休眠中だね。おお、あ、でもやっぱもうちっちゃく見えるもん。まあ確かに、うん、でかいけどね。あいつすごいな。いや、すごいわ。こう見た時こいつ威圧感エグいもんな。うん、こいつに会ったら頭下げるわ。確かに先輩だな。こう中で見た時の迫力で一目惚れってあるからね。はい、確かに。
買いたくなっちゃうよね、うん、なるなる。これマレーだってめっちゃいるな、産地ごとに。アンタイオスが、アンタイオス、おお、アンタイオスがめっちゃいる。マレーのアンテ、マレーのちょっと小ぶりかな、76。うん、うわ、並べたね、並べないと分かんないな、うん、でこっちベトナムのアンテ、おお、すごいね、ベトナムのアンタイオス。これでかいのいるわ、81。おお、でかい。おー、顎の迫力すごいな、うん、どこ、まあ、でも何産地ごとに全然違うね。全然雰囲気変わるな、産地ごとに。どの産地も一目で分かるわ。あー、いいえ、もう、え、本当に、うん、完璧に分かる、すごいわ、全然違う。今度昼動画でやりましょう、全部買って。やらない、やらないから分かんないから。おい、白状が早いな。いや、見比べてみたさはあるね、並べてね。なん、どうなんだろうな、うん、顎、突起の近さとかが違う気はしたりするけど、それだけで。いや、でもまあそれ以外も全然あるんだろうけど、でもそれもサイズ感の個体差にもよるかもしれないし、うん、分かんないね。すごいな、いろんな産地のアンテ、はい、アンテオールスターズになってます。あ、下はグランディスか、グランディスはずっといたやつかな。うん、まあ、ここに虹色はずらっと虹色、はい。お面型もいるじゃん、面型も、はい、最近羽化してきた面型、面型休眠中だね。で、オークワ、オークワ、あ、お、メタレイス、はい、メタレイスもいた。ランタンの珍しい、産地も、産地珍しいやつ。おお、やっぱかっこいいな、だいぶ立派だね。60ミリ中盤。うん、うん、ネパレンスもだいぶお手軽になったから、うん、やり始めるな、今かも。おー、3年前とか 3年前ぐらいは4万ぐらいしてたから。あ、じゃあ今だいぶ安くなった、だいぶ安くなった、うん、でもそんな感じか、入荷してる子はそこら辺かな。うん、もうコブリスタコくらいもいるんだ。うちのやつ今70ミリ前半だからあれだけど、うん、これ80超えてるからやっぱより迫力あるね。あ、いい、うん、かっこいい、色も綺麗で、でかくて、ね、映えるな。そう、サイズ、見た目のフォルムも色味でも楽しめるし、うん、って感じか、だね。はい、うん、いや、いいね、巡ったけども、うん、最後ちょっと店長に挨拶しに行くか。そうですね、今ちょっと作業中だから。あれだけど、でも安定がすごかったね。確かに安定すごかった、うん、こんないるんやと思った、ね、でも俺入荷情報、ツイッターでナンバージャック、はい、入荷情報とかツイートしたりするんで、うん、はいはい、そこ気になった方はぜひそれも概要欄貼ってるんで見てほしいんですけど、はい、そこにね、ミシュミミヤマが入荷しましたって書いてて、ミシュミミヤマ、そう、俺ね、今日正直そいつ目当てだったりしたから今日、うん、売れてた、もう、あ、言った。2日前とかじゃないかな、2日か昨日かもしかしたら、うん、ぐらいにツイートされてて、もう場合によって買おうと思ってたんだけど、うん、今日の午前中に売れたらしい。ああ、じゃあ残念、ちょっと遅かった、1本のところでね。そう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 、あ、そういうもんだよ。そう、だからもう迷ったら買う、まあそうね、いたら買う、もう飼育する覚悟が決まってるなら買った方がいいね。ですね、うん、うん、後悔しないように、ね、いや見たかったね、久しぶりに。ミシュミミヤマ、ミシュミミヤマ、そう、何これ、早口言葉の一文。ミシュミミヤマ途中、うん、そう、ミシュミミヤマっていうのがいて、うん、俺が初めて飼育したミヤマクワ。そうなんですね。そう、で、そいつのおかげで、うん、それがね、多分なんか 新種みたいな感じ、初入荷とかだったんだけど、日本に。だからそれきっかけでビークワの記事も書かせてもらったの、2ページ分ぐらい。あ、そうなんですか、ね、そうそうそう、3年ぐらい前だけど。はぁ、すげぇ、思い出の。でももうちょっと途絶えちゃって、またやりたいなっていうタイミングではあったんだけど。おぉ、だからランバーにいたら買いたいなと思ったけど。おぉ、そういう定めじゃなかったみたいな。なるほど、定め出た、定め、さだまさし。うん、いや違う違う違う、さだまさしメドレー、その連想ゲーム、レン、ああ、そういう、うん、さだまさしメドレー、略してさだめ、伝わらんだろうな。そう、見たかったね、ミシュミ、はい、もしかしたらいるかもしれないけど、聞いてみるか。はい、見える、見えますね。チェーンソーマン、どこかね、チェーンソーマン、いろんなモニターで。チェーンソーマンってああやって見るんか。だって俺らのこと見えてないぐらいすごいスピードで、仕事中かもな。まあそうですね、まあ、仕事中では、まあ、それそうか、仕事中ではある。うん、まあ、ちょっと出ちゃった。はい、山に芝刈りに行きましょう。いやいやいや、じゃあ川に洗濯に行ったばあさんいるな。どっかに。ちょっと忙しいのかな。まあもしかしたらね。ちょっと店長を挨拶できなかったけど、はい、ちょっと一旦ここで終わろうかな。あ、はい、なんか店長、まあとりあえず顔見れてよかったね。そうですね、うん、で、一応もう一回訂正しとくと、うん、パズドラはしてないです。
私も分かってます。チェンソーマン見てたけどパズドラ。いやいや、どっちもやってねえよ。まあ店長もちょっと忙しそうなんで、はい、挨拶は委託の時にできたから、うん、とりあえず今回はここで、はい、終わらせてもらいます、うん、なんで気になった方はぜひ概要欄からあのランバージャックのツイッター載せてるんで飛んでみてください。はい、まあ、今年もランバージャックでまたたくさん撮らせてもらうと思うんで、はい、楽しみだね。そうですね、いろんな楽しみが増えました。うん、泉、うん、もねまたいろんな動画ランバージャックで撮ると思うから、はい、まあ、引き続きよろしく。そうですね、お願いします。楽しいね昆虫ショップ、うん、まあ、いろんな変化もありますしね。だいぶ変化あるね、うん、だからなんか昨日までロン毛だった友達が、うん、坊主にしたぐらい。だいぶだ、なんかあったんかな、うん、そいついろいろあるから大失恋したやっぱ楽しいね。また毎月できるだけ定期的に巡っていけたらなとは思うんで、はい、引き続き気にかけてください。お願いします。はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。